ロシア軍東部に戦力集中、ウクライナ武器支援訴え。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が東部ドネツク州ポクロウシクの制圧を目指し、戦力や兵器を集中させているとの認識を示した。ロシア軍は着実に進軍を続けており、欧米諸国に対して迅速な武器支援の必要性を訴えた。英字紙キーウインディペンデントが1日、フランスメディアとのインタビュー内容を報じた。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、東部前線を3日間にわたって視察したと、交流サイト SNS に投稿した。ロシア軍は一部の地域で、大きな損害を被っているが、わずかな成功を収めていると指摘した。なぜ今、冷戦後最大規模24人の身柄交換、米ロの思惑は。ロシアや欧米などに収監されていた24人の身柄交換、なぜ今なのか。両大国の思惑があるようです。アメリカもロシアも成果強調。ロシアで拘束されていたウォール・ストリート・ジャーナルの記者らアメリカ人3人の帰国を出迎えたバイデン大統領。ホワイトハウスに釈放された3人の家族らを招き、その成果を強調しました。アメリカバイデン大統領、これは外交と友好の偉業です、友好です。一方、ロシアのプーチン大統領も自らタラップカで釈放されたロシア人を出迎えました。ロシアメディアによると、夫婦もいて、その子供2人も一緒に帰国したということです。ロシアプーチン大統領、祖国へのご帰国おめでとうございます。軍の任務に就いた方々に感謝を申し上げます。祖国への忠誠にありがとうと言いたい。アメリカメディア CNN によると、交渉に関わったのはアメリカ、ドイツ、ポーランド、ノルウェー、スロベニアの西側諸国とロシアとベラルーシの合わせて7カ国。西側諸国側は8人のロシア人を釈放する一方、ロシア側はアメリカ人3人、ドイツ人5人のほか、プーチン政権に批判的な反体制派の活動からロシア人8人を釈放。合わせて24人は仲介役を担ったトルコのアンカラ空港で身柄が交換されました。突然の身柄交換、なぜこのタイミング。テレビ朝日外報部中丸徹デスク。今回の身柄の交換についてはバイデン政権もプーチン政権も外交的な勝利と言っている。特にプーチン政権が交渉の中でこだわったのはクラシコフ氏。ロシア連邦保安庁の元工作員ワジム・クラシコフ氏、殺人罪で終身刑を言い渡されドイツで服役していました。そのクラシコフ氏の解放を最優先にプーチン大統領は交渉を模索していたとされています。外報部中丸徹デスク。ロシアにとって海外で拘束されている人の象徴であるクラシコフ氏を取り戻したことは、プーチン政権にとっても勝利と言える一つの要因だと思います。一方のアメリカ、この日の出迎えにはバイデン大統領が後継指名したハリス副大統領の姿がありました。外報部中村徹デスク。カマラ・ハリス副大統領と一緒に交渉をやったんだと、ハリス氏にとっても大統領選挙に向けポイントになるのが一つ。ロシアと交渉ができるんだと、民主党政権が続けば、ロシアとこうした安定的な関係が続くと、トランプ支持者、共和党支持者に対してプラスに言えるタイミングがあった。アメリカのサリバン大統領補佐官は、今回の交渉でロシア側に金銭は支払っていないと明言。また、身柄交換交渉とウクライナ情勢は別問題と話しました。ゼレンスキー大統領、領土放棄最善でないが、国民が望めば可能。ウクライナのゼレンスキー大統領が、領土を放棄して戦争を収束させることについて、最善の選択ではないとしながらも、そのためには国民が望まなければいけないと述べた。ゼレンスキー大統領は31日、フランスメディアのインタビューで、ロシアとの和平交渉で、ウクライナ領土の
保全回復が必ず含まれなければいけないとし、このように述べた。ゼレンスキー大統領は、これを武力だけで達成しなければならないという意味ではない。ロシアが戦争を望む限り、我々は最前線にいるが、ロシアが望めば、この問題を外交的に解決することもできると説明した。領土を譲歩する可能性を考慮しているのかという質問には、最善の選択ではないと答えた。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ領土保全に関するすべての問題は、ウクライナ国民の意思なく、大統領や特定人、または世界の他の大統領が解決することができない問題とし、これは憲法に背くと話した。その一方で、そのためにはウクライナ国民がこれを望まなければいけないと強調した。さらにゼレンスキー大統領は、第2回平和首脳会議にロシアが参加するべきだという主張も繰り返した。ゼレンスキー大統領は、多くの国と同じく11月に開催される第2回平和首脳会議には、ロシアの代表が必ず参加しなければいけない。そうでなければ、実行の可能性の結果を得られないと考えるとし、全世界が彼らロシアを交渉テーブルに座らせることを望むなら、我々は反対できないと話した。しかしロシアは、ゼレンスキー大統領のいわゆる平和公式に基づいたこの会議には出席しないと主張してきた。ロシアのプーチン大統領は6月15、16日にスイスで開かれた第1回平和首脳会議の前日、ロシアが占領している現実を反映して、ウクライナが4つの合併地域から完全に撤収し、北大西洋条約機構、NATO 加盟の動きを撤回すれば、直ちに協議に入ると提案した。また最近中国を訪問したウクライナのクレバ外相を通じて、ロシアと直接協議することが可能という意思も表した。クレバ外相は最近、中国で王毅外相と会談し、ロシアとの対話と交渉を望んで準備中という意を伝えたと、中国側が明らかにした。ゼレンスキー大統領は、11月の米大統領選挙の結果が戦線に及ぼす影響については、予測が難しいと伝えた。ゼレンスキー大統領は、ハリス副大統領は、バイデン大統領とは違う人物であり、トランプ前大統領が当選しても、どんな対話が行われるか、現在のところわからないと話した。続いて、11月5日の選挙結果がどう出るかはわからないが、私はウクライナに対する支持が、米議会で多数だと考えると述べた。ロシア軍の大規模攻撃失敗か。上空から捉えた映像をウクライナが公開。次々と撃破される装甲車。ロシア軍が装甲車両を大量投入か。ウクライナ国防省は2024年7月30日、ドネツク州のクラホベ方面で、ロシア軍の機械化部隊による大規模な攻撃を撃退したと発表。映像を公開しました。同国防省によると、ロシア軍は57両もの装甲車両を投入してきたとのこと。ウクライナ軍は空中機動軍、空挺軍の第79独立空中強襲旅団が迎撃し、歩兵戦闘車12両、戦車8両を破壊したとしています。この方面では2024年7月24日にロシア軍の大規模攻撃があり、57両の戦車及び装甲車、12台のオートバイなどが投入された模様です。ウクライナ軍はこの戦闘で戦車6両、歩兵戦闘車7両、オートバイ12台を撃破したと報告。ドローンや砲兵、地雷などを有効に組み合わせてロシア軍を阻止したと発表していました。ただドネツク州ではロシア軍が大きな損害を出しながらも進撃を続けており、火砲や砲弾、防空ミサイルが不足しているウクライナ軍は苦しい状況に追い込まれています。イギリス国防省は7月30日、ロシア軍がドネツク州で物流の中心地となっているポクロウシクに迫っていると発表。ロシア軍は今後数週間、
戦術的な前進を続ける可能性が高いと分析しています。一方でロシア軍は高い損耗率や訓練不足、将校の不足などにより全体的な作戦能力は制限されているとも付け加えています。アメリカのシンクタンク戦争研究所はドネツク州西部におけるロシア軍の攻勢について、消耗戦を通じてウクライナの能力を低下させることを意図している可能性が高いと分析。ロシア軍は装甲車両の大量損失と引き換えに限られた戦術的前進を追求しているものの、旧ソ連時代からの武器在庫が減っていくにつれて負担も増していくとの見解を示しています。